今日は、蜂蜜同じ組み合わせで、同じドンクさんの、白いパン、これ今見えてるのは、0.5キングぐらい、ちっちゃいキューブ状のものを自分でスライスしてきたものです。次は昨日と同じです。左、新潟県南魚沼市の西京法苑さんのカラス山椒。が強いものです。花ですが、
けずに独走する感じじゃないかなと思います。楽しみです。やっぱりメールしメールしようかなり期待感が強くて、ハチミツと比べると、白いパンに合わせてみました。蜂蜜の表情が全然変わってくるところが面白いなと思いました。やっぱり、蜂蜜としてはこの真ん中で分けて左側と右側で特徴が大きく分かれるかなっていうふうに思いますが、強いパンの場合には左の2つ、カラス残暑とトチミツは完全に負けてました。で、右2つっていうのはまだそれでも存在感が、分かるような強いハチミツやったっていうのが特徴です。で、白いパンにした時にはカラス残暑とトチミツは、さらにその香りとかが楽しめて、強いって考えてた蜂蜜はさらに重厚感がある蜂蜜として感じるかなって考えていたのですが、実際に食べてみると、左の2つは、すごく蜂蜜の香りが感じて、しかも特にとちみつに関してはパンと助け合う、蜂蜜となったっていうのがすごいいいところやと思いました。一方で、百花蜜に関してはいいところがパンに吸収されて、その特徴的なところだけが出たっていうのが意外でした。あと、今まで感じたことがない蜂蜜の酸味っていうのを感じれたところがすごく面白いなっていうふうに思いました。メープルシロップももっと、タンク、戦車のようにダーッと進んでくるかなと思ったのですが、実際食べてみるとそうじゃなくて、カラメルのような優しい味になったところがすごく面白いなっていうふうに感じました。